OK、人狼さ、やっていきましょう。3月26日、夜中1時ぐらいのお部屋、人狼です。お願いします。夜が来ました。目を閉じてください。館長妃のやつ。真ん中開け、そうそう、真ん中開け。なんかさ、俺、想像時に顔イケメンでさ、センターパート真ん中開けしたらもっとイケメンでさ、うわ、やっぱって、俺イケメンって鏡見て思った。館長妃って何だっけ、三国志だったっけ。俺何しようかな。呂布になります。任せ。朝が来ました。ちょっと釣られるな、これは。いやいやいや、大丈夫。昨夜は誰も死にませんでした。で真ん中分けしたらな、嫌なことが一個あってな。髪の毛長いね、俺も。なかなかできて鬱陶しいねんな。のプレイヤーは発言してください。はぁ、あ、今度お前かよ。6番白打つか。マジかよ。できねえわ。解散。今日は。人狼ゲーム解散です。ゲームできないっす。もう。ダメです、このゲーム。昼間の方ができる気がしてきた。はい。おっそ。起きとんのかよ。嵐やん、こいつ。はい、お願いします。占い師です。ランダムで2番スタンシロね。ランダムで2番スタンシロ。まあ、6番さんの最後の範囲は良かったね。でも、まあ、2周目そんな感じだったら、まあどうせ辻進行になってしまうのかな。まあ俺2番しか、うん、白見えてないんで、別に6番さん、うんうん、そういうプレイしても俺は一向に構わないかな。まあ、5番はあの位置の発言やから、最終発言で全部持ってくると思うねんな。1個減るっていうところで、うん、俺はねいいんじゃないかなって思ってますよ。まあこれが村でやってんだったらね、俺の勝手なさ、解釈でいくと、村一匹釣ったところでっていうの、うん、気持ちがあるからね、うん。俺が役職の時はね。だから、6番さん、1周目、頑張ってください。8番。なんか村釣ってもいいって言ってることが狼確定やな。はい、おはようございます。8番です。678でね、3番目なんですけど、6番さんの話がさっき聞こえなくてですね、まあ分かんなかったんですけど、7番さん、占い師、2番にランダム資料を把握しました。私は今、霊能でした。うさんくさ。対抗が出てくるのかなと思っておりますので、奥目線対抗はですね、まあ黒か強靭なので、釣っていきたいと思っております。占い師の対抗も7番さん以外に出るのかわかんないですけど、混ぜたらね、どっちが真なのかね、ちゃんと見極めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ特に使用し必要ないです。使用ないです。6番さんに関してはほんまに何も聞けてないから、2周目そのままやったらもうするしかないと思ってるから、まあまだまあ普通に役あるんやったら出てきてほしいかなと思ってるからな、うん。7番さんと8番さんに関してはなんかどっちも信めないなと思ってて、なんか7番さんってなんか俺2番さんの資料を知ってて、6番さんそれ村でやってるんやったらなんちゃらこうちゃら、
で、なんか別に村を一人散ったところでなんかどうもなれへんみたいなこと言ってたけど、別に一周目のなんやろ、釣り位置で村釣ったら結構不利な盤面になると思ってるから、うん、そこでなんか一人村釣ってもなんちらこいつらっていう発言が出てくるのはなんでなんかなと思った。八番さんに関してもなんか、あれのですみたいな、なんか心配ないな。9番に占い飛ばして7番の占い9番に使わせるか。発言してください。面白いなぁ、ほんと。9番も面白いなぁと思いましたね。俺7番はね、真だと思ってますね。7番の視点は占い師視点ですね、完全に。だって6番なんてどうでもいいでしょ。うん、2番さんさえ死ななければ別にどうでもいいって思うのが、うん、俺は真の占い師の視点じゃないかなと思ってますよ。だから7番真ですよ。9番はちゃんともうちょっと踏み取った方がいいかなと思ってますね、7番に対しては。うん、8番さんは分かりませんけど、対抗出てからでいいんじゃないですか。まあ、本人は出てくるって言ってましたけどね、不思議ですね。出てくるって、霊能で分かってるっていうのは。不思議だなーって思いましたけど、僕は。そっちを突っ込むべきじゃないですか、9番さん。不思議だなーって思いました、僕は。うん、8番さんに対して。はい、じゃあ2番さんどうぞ。やだなー。急にしろ打つか、一番にしろ打つか。発言してください。一しろ打ち、一旦放置、9番、室村市長。ぐらいがちょうどいいかな。うん、白打つとこ難しいな。釣るとこもめんどくさい。3、4番白です。3番のプレイヤー3番です。占い師です。4番さんにしろ、3から4にしろ、把握お願いします。2番は寝たんでしょうかね、知らないです。まあ、1番が7番に対して死んですって言った後なんですごく出にくかったですっていうのは、まあ僕も6番って正直どうでもいいもんやと思ってて、まあ先出しの方が強いよねっていうだけの話でね。ただし現状、まあ9番の視点が良かったなと思ってて、7番が村を1人釣ってもいいから6番をこのままやったら釣る。正直僕視点でも6番はいらないんですが、7番が今の発言、だから6番の白が透けてることか7番が狼かと仮定した場合において、6は白やから放置位置かなって思ってます。で、1番の発言から、まあ、あくまでこれ自視点ね。1番はそう思ったんかしらけど、自視点って占い審議をすごく不当にかけられてる。審議っていうか、まあ俺の方が後から出てるから、審議もクソったるもないねんけど。だから嫌な人物だなって思ってます。はい。嫌な人物やな。発言してください。はい。よろしくお願いします。特にしようございません。ということで、まあ、基本的に僕は視点が9と一致していた人物で、3の評価内容が理解できる人物なんだけど、1も僕村に思えてるんだよね。7番のその占い位置が減るかどうかっていうのは、偽視点でも別に言えることではあるけど、しっかり占い師視点に物立ってるっていうのは大前提であると思う。ただ9って7、8両方偽で見るっていう説は僕と同じだったんだよね。8番っていうその、8番は対抗の霊能が出ることに結構重きを置いていた上で、7の対抗が出るかはどうだろうって言ってね、普通逆じゃないっていうのが真っ当な精査だと思ってるから、うんうんうん、僕は9が7、8両偽で追う視点自体は別に納得がいった。だが1の言う7が占い師視点に立ってるっていうのも納得がいったかな。2周目伸ばすけど、2は吐息聞こえてるから機材トラブルじゃなくて意図的に黙ってると思うから2投票したいですってぐらいかな。なるほどね。いや、2に黒落ちたいねんけどな。黒落ちて5番のプレイヤーは発言してください。これやります。何番さんだっけ、1番さんだ。やります。これそもそも続行ですか。確かにね。まあ多分3、ないよね。はい、まあいいや。
はい。まあ、4番が変やなって、あ、OK です。はい。4番が変やなって思うのは、競馬に対しての評価点って、7番に対しての理由が説明されてなくないって思うのは、9番からの8番評価って、8番の一番最後に言ってたものに引っかかりを覚えてる人物なんで、ベクトルだけは理解って言っても、7番に接種帳が取れてないと思ってるのが4番。かなって感じでした。はい。あとはまあ、はーいって感じが聞こえない人物が多すぎてって感じです。はい、6、2のラインやねー。5番飛びそう。いや、1周目マジですいません。村人陣営、塩特にありません。話は聞けてます。ごめんなさい、こっちが。私がね、ちょっと、ごめんなさい、寝てました、1周目。おい、カチカチで起きました。7が2しろ、3が4しろ、8例の1角で大丈夫ですかね。うん、で、話が、なんだろう、俺がまあ話してないことでね、9番、あ、まあ9番さんは、なんだろう、7、8両方偽の視点を落としていて、うん、なんだろう、なんかまあ、相方それ飛ぶかな、まあ、まだ盤面で揃ってからでいいのかなと思って、9番は早えなって思ったし、1番に関してはなんか、普通、6番おかしいから6から釣ろうよっていうところにならない。3は釣らない。なんかわかんない。面白いな、9番おかしいみたいな。5番黒とか。1番さんの視点はちょっとおかしいかなと思ったから、逆に1が村だと、まあごめんね、ちょっと喋れてない人間が言うことでもないかもしれんけど。1騎士 ?1 番騎士、対抗いる。対抗いますか？そうすると、俺目線は、まあ、片白も含めて言うならば、9245か。うん、9245。お一騎士か。占いね、ごめん。占いは正直どっちが偽、新、わかんない。新郎も、今日、新郎もわからんけど。まあ、俺目線は、高級のランドムやん。俺もおかしくないと思っているし。5、9、6並んで、俺のまま狼してるのに、まあ、6番狼してるから、9か5やん。申し訳ないけど。今の視点言ってるから、5番が変だと言っていた。まあ、4番は、自分が片白になってる中で2から1かっていう話をしているから。まあ、わからん。ちょっと、まあ、1番さん、8番さん、1番さんの指示に従いますわ、私は。はい、すいません、申し訳ない。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、6番さん、まとまってないね、話が。まあね、3番のね、白崎一応ね、片白の4番さん。2番釣るっていうのは何も喋んないから釣るっていうこと、うん、まあそれはもう、俺にとっちゃね、別に狂人ありきで今喋ってるからね、別に釣ってもらっても構わんよ。でも喋った場合って、もちろんグレーから行くよ。うん、その喋り方次第でもあるけど、さーてと9番さんの詰め方がか、犬いびきかいてんな、まあ、そうね、88霊媒ね、残して占い師の俺に対しての言い方、これって完全にさ、釣られても、占い飛ばされても平気っていう観点があるから、9番さん強靭で見ようか。その場合ってもう、120%、しごろになるんだけども、しごろで言うと、やっぱりどうしてもね、4番さん、6番さん。5番外れんの？もう一回聞きたいって感じかな。だから、狂人釣っても俺全然 OK な人間だから、96番のプレイヤー。この発言、2番で聞こえてる発言じゃね、はい、おはようございます、8番です。まあ、僕はあんまり、まあ、喋るのがあれなんで、まあ、現状確認ぐらいしかできないんですけど、まあ、1番さん騎士、3番さんが占い師対抗っていうことで、まあ、3、7のどっちかに、まあ、人狼か、まあ、あれがいる、狂人がいるってことですよね。うん、まあ、どっちかはついてないんですけども、なんで？まあ、自分のね、霊能の、まあ、対抗が出なかったっていうことで、隠しろっていいですか？皆さん目線は。僕、白なんですけど。いや、わかってるよ。ないですよね、対抗。なんなん、自己弁明ばっかり。で、
ってことで、まあ、7番さんの話聞いて96の欄なんですか分かんないですけど、37なのか教えてほしいです。9番頼りねのプレイヤーは発言してください。いや、どういうこと。あ、8番さんは霊能やから普通に、まあ、8番さんは今日偽文庫の8番今日としてくれたらいいから、それが仕事です、あなたので。7番さんに言っておくと、7番さん目線、例えば、まあ、2番さんつってもいいけど、まあ、それはわかるわ。まあ、2番さんの強靭な目線もある、3番さんローで2番さん今日もあるからっていう思考はわかるけど、なんか、なんやろな、今日別にさ、心霊の潜伏してるレベルまで。見てんやったら46行った方が良くない。なんか7番さんって結局、9番さんは占われても別にヘイトを買われ、ん?ヘイトを買うような行為をしてるから、9番さん黒はない。じゃあ9番さんを強靭でおこうか。じゃあ3番さんローで3番さんの相方を探して、じゃあ7番さん目線。うん、46どっちかなんですか ?3436 なんですか ?6 番さんはその、なんやろな、なんやろ。なんか別にそんな34も36も見えた理由が別に7番さんからの言語化されてなかったっていうのと、なんか今日別にどこ行ってもいいみたいな、別に狂人つってもいいみたいな、うん、なんか 96? 結局 96? みたいな感じでした。私クドナインやったら別に46でよくないとは思ったから、やっぱり7番さんが2000人もいるから、いや申し訳ないけどね、はい。で5番さんに関してはなんか4番さんが言っとったのって、確かになんか私が8番さんと7番さんを2番に苦労したいから、6番5番ランの時に5番に生き残ってもらわなかんねんな、落としてる思考ってちょっとずれてるんやけど、7番さんと8番さんを見る視点が一緒やったからっていうことやな、4番さんって。だからまあまあ5番さんが4番さんに抱く疑問点もわかるかなと思ってます。5が4に抱く疑問ってわかんの？マジ？発言してください。はい、まずマスターとしてのね、話をしますね。2番さんが喋らなかった場合は2番さん釣って速攻します。喋った場合は任意で自分の入れたいところに入れてください。で、まあ喋らなかった場合は、うん、俺はね、あ、まあいや、これは言わなくていいかな、うん、これは言わなくていいか、まあ以上かな。だけですね。で、ゲームの話に戻るんだけど、3番のね、発言が気になったんですよ。だって、3番って使用もしてないのに、自分の下げられたって、俺下げてないけどね。ただ7番は真の視点に立ってるよって言っただけなんだけど。やだなーって。何をそんなに感情反応してるのかなって思ってますね。やだなーって、はい。2番さんどうぞ。やだなーってなるやん。出にくいなーって。発言してください。に釣りか。ねえ、ちょイヤホン外してていい？急に大きい声とか出されそう。めっちゃ怖い。めちゃめちゃに怖い。なんか急に大きい声出されたら嫌やね。鼓膜壊れそうやし。寝てるな。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあね、ほぼ2番狼やと思ってますで7番の発言でどこつってもいいですって言ってるのがほぼほぼ7番が2番囲ってそれ以外が白なんかなっていう考察です。なんで2番で黒でしょ、7にロロでしょって思ってます。はい、まあごめん、1番に反応したのはね、何でしょうね、出にくいやん。だって例えば自主点ってね、まあ、今1番が騎士やから分かるけど、7番が、まあ、悪魔に今こう狼として考察してるときに、まあ、1番がね、あの一旦強靭でとりあえず7の芯上げとこみたいなあるじゃないですか。てかもういろいろ考えたときに、いやでもこの状況で1番はこう強靭と断定するのも良くないなって1日目段階で、ね、思ったんで、1にちょっとあのちょっとまごついた感じになってんけど、でも出にくかったっす。4番
のプレイヤーは発言してください。いや、さすがに3の神明を得ないな。72ローローで押してんだったら7どこつってもいいでしょとはならないと思うんだよね。7視点っていうのは、7がどこつってもいいって言ったのって、4が2釣りたいから始まった2釣りの流れへのアンサーだから、でも72ローローの時って別に2釣ったら0結果でさ、黒が落ちて、あ、自分破綻だみたいになるから、まあ、7強とかで追うんだったらわかるけど、72ローローじゃない？うっすって切られてもさ、3の神明追えないよ。まあいいよ。3の1に対する村感情は理解できる。あそこまで7占い師要素あったから神っぽいよねって言った時に思考ロック入りかねないから3番視点出たくないって感情までは理解できたんだけど、2周目の発言はマジでわからん、理解できん、うん、って感じかな。移りします。で、1番が言いかけてたことなのかどうかはわかんないけど、2番を釣った後に2番が役職持ちの世界は僕ケアしたくないと思ってる。まあ、言うなれば2番が新霊能だったり2番が新狩人っていう世界は僕追わない方向で行きたいんだけど、それで盗賊の人納得できるかなってことの返答は欲しい。僕は2釣る以上はもう2はもう普通に村だろうが狼だろうがいないもので続行するっていう前提だと思ってるから、2が新役職持ってる世界は追いたくないですっていうのは提示するかな。初週段階てか1番の発言段階までは僕7の新芽の方が薄いかなって思ってたけど、2週目の3の新芽は僕追えないですって感じ。グレで怪しいと思ってるのは6番。6番って2週目発言伸びてるように前半聞こえたんだけど、後半の時に4が2を釣り寄してる理由をなんか片白がどうって言ってたけど、これ発言ないから言っただけだから6がよく分かんなかった。5番のプレイヤーは、これ正直なんか2番釣るの良くないかなって思ってさ、はい、あ、まあ2週目の4は良かったかなって思うのと、多分3番はまあ、ないかなって思います。2番7番やったらもう諦めるやろでしかないから。諦めでしょ、これ。例えば7強人だとかさ。7強人で2番囲ってて出なかったとしても2番釣りは、まあもうしょうがないけど飲むわって言ってる7番強人もあるかもしれんけど。って感じじゃない？知らんけどね。まあ9番は結構バランス取ってるなって思って。ちゃうんよ。7番、3番の審議官。2番つのに罪悪感出ちゃったんよ。3番、5番も4番も。2番に黒落ちたかったよ、なんなら。だから黒塗りちないんよ。4番が言いたかったことって、8番、7番に、対しての精査が理解できる。5番が言ってた4番していけば、まあそうなるんかなって、なんかバランス取ってるなって思っちゃうから、9番色当ての方が俺はいいと思ってるけど、って感じです。じゃないですか。本当やったら9釣り。9釣りで、だろうね、6番統一とかが、今現状はね、2周目の4番を聞いたら、まあ、色当て戦でもいいかなって思うし、って感じでした。別に7番に新芽があるとかじゃなくて、3番の2番、7番追いが、マジかよとかなってるだけです。はい。これかな。だって7番って6番に対して、精査が、ごちゃってるよねって言ってるけど、7番も結局、6番、9番、どっちか、うんぬんの話で、4番、6番、5番の話は聞きたいんだけど、小森さん、のさもう、今日もやらずに配信してますよ。3番が何として見て、どこのラインがどうか。本で言っていいですか。ゴースティング怖かったっす。この前、ゴースティングされて、めっちゃ怖かったっす。だから嘘つきました。すいません、ほんとすいません、ごめんなさい。ほんとすいません。私じゃありません。何かの間違いです。ゴースティングされるのが怖くて嘘つきました。すいません、ほんとすいません、ごめんなさい。この前マジゴースティングされてもうあーってなったよ。だからごめん、めっちゃ嘘ついた、ごめんなさい、すいません、ほんとすいません、ごめんなさい。2番のプレイヤーは配信してますっつったら発言してください。どうごちやめてください。ちょーマジでマジでごめん。その嘘ついた時もマジで心苦しかったんよ。心苦しかったんけど、ゴーシング怖すぎてすいません、ほんとごめんなさい。まあ2番黒じゃないんだね。どうしようかな、これ。じゃあ、アリアさんは僕のゴースティング警察です。はい、僕がゴースティングしてるかどうかを審議するのがアリアさんなんで。ゴースティングみたいにしょうもないことするわけないや。めんどくさい。
2が寝た。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けて。すいません、ガチちょっと2周目適当やりすぎましたわ。まあとりあえず1巻で6白か9白やったらどっちがいいですか。戦いやすさみたいな感じのことを言うと6白で OK です。じゃあ6白を出しますわ、はい、もう全然ライン切ってもらってもいいんで。ああ、どっちでもいいですよ。9黒でもいいですよ。9黒、6黒、どっちでもいいですね。オッケーです、オッケーです。はい、任せます、任せます。9黒いきますわ。おお。いや、6白の方がいいかな。待てよ。この状況は、6。待てよ。9番白出して、俺が6番白出した方が。6白にしよう。6白にして9番白を合わせて3の2進切った時に7番間で5番に6番狼を合わせる方がいいな。昨夜死んだのは1番。3番のプレイヤーは発言してください。6番白です。あ、2番白マジか。ごめん、昨日の発言、いやごめんね。俺の7番、俺の太鼓7番の、取った、どう取ったかっていうと、7番の発言でそもそも7番がまず、初日どこつってもいいって、1周目段階ね、どこつってもいいっていうから、7番がまず、6番の白透けてしてる7番狼と思ったんよ。で、その中で、かつ7番が、どこつってもいいって言ってるから、2番が片白で、なんだかんでって、片白初日釣り進行ってほぼないやん。だから、7番が2番で囲えてて、釣られへん世界を想定している甘えた人狼かなって思って7番2番やと思ってたんよ。2番白か。マジか。じゃあ6番占いは、ま、いろいろあってです。一応7番6番が怖かった。俺は否定したけどね。ごめん。それぐらいかな。今現状で言われるところは。まあ、現状で6番の白が見えた時に、9か5やったら俺は5の方がね、狼として強いと思う。それはね、1日目段階において7番が4番と6番が気になると言った際に、俺5番の4番に対する言ってること、1周目の最後ね、言ってる方の方が俺おかしいと思ったんよね。だから7番が、ほんでそこで4番と6番に視点向けて5番に対して何の視点向けへんのも変やと思ってるから、7ローの時の相方は5かなって思って、てか7はローかなって言ったけど、ローほぼ硬いと思ってて、7強世界はないと思っててね。だから7ロー5ローが一番濃いんちゃうかなって思ってる。俺は9番の星座に対してめちゃくちゃいい評価をしてるから、7番と9番の狼星もないと思ってます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。ちょっとね、まあ、3番の発言の節々にめちゃくちゃ違和感あって3を2攻めで見てるっていうのは、まあ一旦大前提でさておき。うん、占い師の内訳が神教だった時の二郎一っていうのがなかなか見えなくて、うん、その占い師が神教だった場合、ラスール一は9番とどっちかがつながると思ってるんだけど、後ろでね、の話して犬がいびき書いてます。ただ僕はその世界があんまり見えてないから、占いは神路で走ってるんじゃないかなって思ってる。うん、3番が6占うのはあんまり納得ができていない。いや、確かに僕目線っていうのは6怪しんでた人物だから、僕が3視点の結果で6白見れるのは比較的嬉しいことではあるんだけど、うん、例えばじゃあ3進視点の時って、7が怪しんでる1、6、4で見てて、5番がどうのって話するんだったら、なおのこと5の色見たくなるかなってちょっと思っちゃったところあるんだよね。まあ、ね、別に7の占い位置が絶対的に間違ってるとは言わない。とは言わないけど、三郎の時の相方一は6になるんじゃないかなって安直に思ってる自分がいる。うんうんうん、占い師が神教で走ってる時に、じゃあ96、95みたいな形が僕見えるんだけど、僕9の言ってることって結構まっとうに思えてるから、占い神郎相方、3の相方だと6、7の相方だと消去法で、うん、5とかになるのかな。そう、それでいい、それでいい。わかんねえや。正直マジでわかんない。ただ占い師の真偽は7の発言聞いてない段階だけど、明確に3の方が2攻め高いかなって思ってる。
申し訳ない、そのぐらいしか落とせないかな。だから6番白落としたかった。9番黒打った時に9番の黒が拭われるから。まあ、聞きます。はい、じゃあ8番の白先が2番白と、3番の中で5番9番で、4番白だけやから、5、6、9やの5番の1周目が始まるから、4番に対してのが3番黒めくれた時に、その要素って昨日言えましたよね。覗かなあかんけど、なんか抱えてて、まあ、例えば5番からのその反応見たかったんだとかなったら、三振してだったらわかるんですけど、そんなこともなく、5番9番だったら5番なんじゃない？だって1周目で言ってた4番の要素っておかしかったもん。じゃあ9番がそこを肯定してるんだからおかしいでしょうよ。4番5番どっちもわかるんやでってやった時って。5番だけがおかしいじゃなくて、なんでそこ9許容できるんだから9番にフォーカス向くやろ。9は許容できます。自分の白先叩いてるからってことですか？じゃないですか。だって4番の4番から7番に対して入った精査っておかしくない？だって7番の9番から7番の偽主張を捉えてた4番思考の中で、4番から7番に明確に偽要素たり得るものを提出できてなかっただけで、本当に9番評価できるのに5番思考理解できるやろでしかないから、2番に黒打てへん世界線か勝つ未来やねーって感じですけど、こう黒世界線よかったな。三六かどうかは別として。まあでも、九の評価手、三人接してんだったら九の評価手での三六はあり得るね。六占い位置も意味わかんし、七六否定してるんだったら、まず俺か九じゃない。で今、三番寝てたら俺じゃないとか思っちゃうから。二番寝てて、二番釣りの二番白結果、二周目段階俺がめちゃくちゃ偽っぽくなったって感じだよね。七番って四番六番に対してフォーカス向けてるから、どちらかに占い飛ばした時のパンダになった時の、とか思ったらそっちの白落ちの方がありそうかなとは感じますけどね。6番のプレイヤーは発言してください。グレーだったら5番さんかな。俺も3、7だったら3番のが偽だとは思ってる。3番さん目線って、あ、ただね、5番さんがローだと思う理由は、5番さんって、1日目の2周目4番さんが白いと思ったんでしょ。俺も4番さんが白いのは同意だったんだけど、その4番さんが第一に怪しんだのが6だったんでしょ。そこに占い結果を飛ばす3番って別に変じゃないんじゃないの？ 5 番さん目線って。でもそこが結局4番さんが白いよって言ったにもかかわらず、じゃあ3が、あ、4が、怪しいんだ、6を占った3が似てっていう、なんかあれを持つのは5番さんの思考が理解できないなと思ったから、グレーだったら9よりも5のが変かなって思って。めちゃくちゃラインバレてる。はい。で、まあ、4番は6番が疑ってて、しまあ、両方からね、白出てるから、まあ、強靭性もあるけど、あのね、4番さんが白いというのは5番と同意だったんだけれども、で6番はね、あの、意地の8入れだったんだけど、8入れはね、4番さんが言うその2番の、なんだっけ、躍起をしないっていうのは、俺はするべきだと思ったの。8番の発言ってどう考えても、ごめんね、もう一瞬話せてない人物が言うべきではないのかもしれんけど、8番さんの、あの村目線を僕って隠しろですよねっていうよくわからない、あれで霊能を追うのは結構無理ゲーだと思ったから。9番と5番なんて村でしょ。2の神経アームとかもしなきゃいけないなって思ったから。9号村村の時に6番だから俺は8、あの、多分1番が言いたかったけど、俺そこだと思ってるんだよね。8神じゃなくねっていう話を1番さん俺はしたかったと思ってるから、組み取りがちょっとおかしいなって思ってたけど、まあただ4番の発言は白かったと思ってる。で、9も俺あんまり人狼名追ってないから、グレーだったら5番、5番の今の3、7で3が6占い、4が白いと思ってたなら3の6占いは別にいいんじゃないのって思ってるから。はい、5番さんがおかしいかなってグレーでは思っている。3の7だったら3のが偽だと思うけど、ちょっとそこはねあんまり俺精査ついてないから、もう1回7の2周目は聞こうとは思ってるけど、はい、で占い決め打ちだと思ってるので3の 7の話聞いて決める。3のが偽だと思ってる。7番のプレイヤー、7番なんか甘えた発言してくれへんかな。なるほどね。まあ3番さんと俺の立場って違うんだよね。まあね、5番ってもう話ができないからさ、もう精査ずりとして、うん、俺のさ、うん、乱白先は釣られてる状況だからさ、俺はまっすぐ4番占うしかないんだよね、うんうん、はっきり言って6と9、まあどっちか、うん、釣ってどっちかを占いたかった発言的に、うん、だからね、まあ俺はもう基本的にさ、うん、4番さんの色で隠し色見えた状況が作れたから、まあ今のところいいかなと思ってます。まあそうよね。それはもう2番さんがもう精査ずりされたから。あとね、まあ別に対抗殴りしたくないんだけども、6番さんって、まあ、つらつらと今喋ってたけどもさ、あなた8番に投票してるよね。
その状況でそれがよく言えたなと思ってる。うん、まあ、3強靭だったら、6番さんが5番を意味なく、発言的に、5番の人狼要素も上げず、5番、5番、5番って言ってるのもちょっとね、不快なんで、まあ、これはさ、俺のそう思った感想言ってるんだよね。で、9番と6番。三強人九六ローロー全然見えるし、三強九六ローローやった時に占い場合話だよ。占いって基本的にさ、占いでさ結果出すしかないから3番言ってください。三強の九六ローを追った時に5番外れるかどっちしても発言してください。はい、おはようございます。8番です。まあ、あの2番さんが白ってね、あのこの次の出なんか負けのも腹立つな。お願いします。まあ、今日37の乱になると思うんですけど、まあ、今のところ3と7だったら、まあ7の方が白いかなとは思っています。まあ、あとはなんか6番さんが。7も占い理由言っただけやん。ちょっと気になりましたけども。お互い様やで、これ。どっちもどっちやで。まあ、僕がね、まあ、話終わっちゃったんでね、どうしようもないですけども。そうですね。あと他の人の話もね、聞いて、まあ、あの、4が隠し論になったんかな、これで。はい、ということで、まあ、あの、5、9、6の中にいるんじゃないかと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。間違いなく5、9、6の中にいるんよ、8番さん。うん。で、3番さんの発言で気になったのが、3番さんって、46、例えば、まあ、白今出てる状況下で、5番、9番やったら、5番の方が、なんか黒いみたいな言ってたけど、7番、まあまあグレーで、例えば2浪がない場合って、こう、7のラインがあるみたいなこと言ってたけど、なんか言え、あ、ちょっと待って、本名言いた。私は、あの、占いって、占いで順外が出とった時に、あの、乱指定するやん。乱指定するって本名やめて。まあ、経験論でしかないねんけど、結構相方を一つ得れると思ってんねんな。私はね、これは私の主観やけど、7番さんが4、6で入れて、3番さん目線、5番さんが狼で見えるときって、私は7番さんは例えば5、6とかで乱してした方が、まあ、ライン切りにも見えるし強いとは思ってるから、なんか3番さんって私が1周目から7番さんに対してずっとなんかこう、芯には見えないよねっていう発言をしてるんやったら、3番さんが芯なら7球のラインも、絶対見ないとあかん。なんで7球のライン見やなあかんの。私はね、だから7球でライン切りしてて、まあ別に7番が釣られても、全世界で7番さんが例えば釣られて、まあ、何のあれかあって、例えば例の結果で黒が出た場合、私が白くなる盤面も作れるから、3番さんって7球ロールを見ないといけないよっていうふうには思って。なんで7球で7番さんが例えば陣外で、ちょっと時間ないねんけど、なんか9球ロールの3強って言ってるな、7番さんって。なんか人外で多分九六ローローで、例えば村って分かってる白いところに、なんか九六ローローでヘイト、なんていうの、ちょっと時間ない。投票を始めてください。ありえん、旧核人外やな。9番確定人外やん、これ最後持ってかれた。3番のプレイヤーが選ばれました。3番ごめん、9番人狼です。7球人狼はやっちゃうかな。あのさ、いや9番に言うねんけど、9村やった時もじゃあ考え直してくれ。俺が9番外した理由って、9番の言ってることに対して、9番の言ってることが全くもっておかしなこと言ってないんよ。いやいや、9狼やと思うわ。だ負けたと思ってて、9が全くおかしなことを言ってないから、7番9番なんて追わないんですよ。かつ、7番の発言で初日段階で、6番と9番をランにするから、それ9番の経験則ではなんかランして入れた方がなんか強いんでしょうけど、僕の経験則では、まず5番が4番に対して不当、なんか意味のわからん殴りしてるにはかかわらず、7番視点で5番を、除いて6番9番のランにすること自体がおかしいと思ったから、なら5番の方が発言では変じゃなかったんですかってなったんよね。あ、違うか。ほんで占い師も6番4番とかにやるから、いや5番の方が怪しいでしょって。
なった時に9番の言ってることは全視点で間違ったことは言ってない、正しいことを言っている、おかしなことも言っていないから、7番と9番の狼視点なんて見ないのが普通じゃないですか。でそうなった時に、まあ自視点では7番と6番のロロは否定したが、まあ念のため6番占いをしたんですよ。だから消去法で9番の狼がないと思ってて、5番占いをして、5番がラスト狼だと思ってて、7番5番かなっていうのが今日の考察なんですけど、9番の今日の発言でほぼ7球ですね。やってもだもうやってもだこれ最悪や。夜が来ました、目を閉じてください。5番頑張れよ。5番7番噛むやろ。あ、頑張るよ。すまん、マジごめん。いや9番にあんな黒塗りしたらあかんな。9番白くなるやん。あかんやん、結局どう頑張っても9が白くなっちゃう、世界線が。やだこれ、やだやだこれ、バリこれ。7が見してどうすんの。でもさ、7が見して8番が3番黒毛か握ってて、もう9番白くなるから、朝でも急遽じゃねこれ。昨夜死んだのは7よね。7神が発生して多分4番教授だと思うよね。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、8番です。まあ3番さんが霊能で占あの霊能で見た感じ3黒でした。進化したもん。まあ7がやられてるんで、7が真でしょうね。でしょうね、そうしかないのよ。9、5、6の中に、まあ、3人人狼がいるって考えたら、まあ、3人も人狼おらんわ。僕は9番さんあたりが怪しいなと思っております。まあ、隠しろ4番さんしかいないんで、4番さんにお話聞いて、8番霊能でよかった。聞いていきたいと思います。あの、9、6あたりが怪しいなと思ってます。根拠はないんですけど、お願いします。9番のプレイヤーは発言してください。あー、まあこれは私目線の話やけど、5、6釣り切ったら勝ちって言っても、まあ多分4番さんと8番さんには分からんやろうから、うーん、なんかさっき言おうと思ってたのは、7番さんが9、6って9、6ロー、ローで3強陣って言ったから、うん、7番さんって例えば陣外の場合、まあ、例えば7番さん、まあ、シーンやってんけど、7番さん、ローの場合って、なんか村で分かってるところに、9、6、ロー、ロー、三強陣ってヘイト買いに行く必要ないなと思ったから、7番さん、シーンなんかなって言おうと思ったけど、ちょっと時間なかったんで、言えなかったっていうのがあれです。うん、で3番さん、相方やったとき、3番さん、ローやろ、3番さん、ローのとき、まあ、濃いのは6番さんかな。まあ、普通に6番で囲いに行った3、6、ロー、ロー。なんかなとは思うけど、まあまあまあ。36ローラーアンチくるぞ。まあ、5番さんちょっとメタ入るからあんま言いたくないけど、まあまあ言わんとくけど、まあまあいいや。うん、5番さんに関してはなんかあんまり黒要素が拾えてないというか、なんというか。なんか6番さんって5番さんが4番さんのことを1日目で印象いいって言ったなら、この6番さん占いも妥当ですよねみたいなこと言ってたけど、5番さんって4番さんのことを1日目、印象悪いってちゃんと言ってると思ってんけど、これ私の把握までやったら申し訳ないけど、4番さんが7、8なんか印象悪いですよねって私言ったやんか、私がね。でそれに関して4番さんが、まあ、9番さんがとなんか、まあ、話視点は一緒やったみたいなことを言っとって、で多分なんか釣りをする理由が違うから5番さん4番さんのこと印象悪い。5番に対してメタがあるって言ったけど、5番に対してメタなかったか。発言してメタいとこなんもない。はい、ちょっと昨日の投票から話させてほしいんだけど、僕は結構6白要素を拾った人間なのね。僕ってどこまで行っても俯瞰視点でマックス強靭だから、アグレッシブな投票をしても3の相方位置としては不適切だと思うから、僕は強気に7投票ができたから、7投票っていう風な意思を示したんだけど、
6が8の役のっぷりケアしてるっていう投票を初週段階にしていたっていうのを僕は把握漏れてて、うん、狼だったら目立つ行動だなっていうふうに僕思考更新したんで、結局僕が2の役ケアのっとりをケアするかどうかっていう後続にお願いしたやつの返答って6しかくれてないんだけど、間違えた狂人です。7が噛まれた時に占い信教の可能性を僕はちらっと追ったのね。3で白結果落ちたら真偽どうであれ7神ってなんか不自然なのよ。3黒7がいた時って8神で7に釣り縄持ってくとかって話になってもいいかなって思ってる。だって6黒の時って別に7噛まなくてもいいと思ってるし、7噛んだら6隠し色になっちゃうからってことで、2霊の8黒とか追ってる僕がいるんだけどダメかな。お、僕9号黒黒は追えてなくて6の白単体で拾ってる人で、3号黒黒っていうのもあんまり追えてないんだよね。ライン切りあるとしたら3級だと思うのよ。3が黒結果の時にわざわざあそこまで急に発言向けるの変だなって思ってるから、僕結構クルトル白いなって思ってる人物なんだよね。クルトル、いい狂い方してるこれ。9かなって思ってる。8話の所在は後で考えるとして9に投票したい。めちゃくちゃ狂っとる。じゃあ6、9ランで4番狂人やろこれ多分。9番で一つ言ってるのは5番は2周目で4番の評価を改善されて4番白いですね言ってるから、うん、だったらこれ7番は4番占いしなくてもいいんじゃない、6番か9番に色つければいいんじゃないって言ってるから、その精査は不適当なんですけど、まあ、6番が言ってる4番が白いから3番が6番占ったって理解できますよねって意味がわからん。はい。かな？だって、3番単品で7番、2番しか追ってなかった人物が5番に対しての要素取り、それ1周、2周目言えたやんでしかないし、うん、で、その感情を向けてくるんだったら5番占いしかなくない？わざわざ7番、6番のライン精査、特にあまり見えてなかった、否定してきた人物が6番白、6番白打ちって、どういうこと？ 6 番占いっておかしくない？でしかないやん。5番の精査が気に入ってなかったんでしょ？ 3 番目線。1周目の4番に対しての精査よ。まあ、それも変なんだけど。だったら9番に対して目線向けるよでしかないから。まあ、それがもう、なんか、6番の論が全く通ってないんですけど、今の9番の発言聞いて、とかなってるんですけど、でも4番狂人やろうなって思った、今のは。わかる、4級やろ。さすがに昨日の6番の発言聞いたときに6村じゃないって8番ロー追い出すのはやっぱ4番狂人かなと思ってるから。うん。3ブロック。で、6番の発言を聞いた瞬間に基本的に3に行こうと思ってますって言ってて、まあただ7番の発言を聞きますっていうことは、これ表の7番、8番、9番の発言を聞いたのに、あ、これ7番いけそうだなと思ったときは3番、6番で、6番が7番に行ってもいけるような姿勢だけ取ったんかなとは思う。うん。はい。が思ってた思考です。28って感じです。まあ6番のアンサー聞いて俺はこう思ったって言ったんで、ちゃんと6番9番なんで、はい、6番のプレイヤーは発言してください。4の狂人を追う視点も、6級の乱でって言ってるのも、ね、4番さんが言ってる号泣が見えないっていうのは4番さんの発言の時点ではそう思ったんだが、5番の今の発言を聞いて号泣も十分あるなって思ったんで、ね、俺がまあ多分だけど、7番の占い師って俺だったと思うんだよ。で、なので、7番が噛まれて、で、多分6と戦う世界を選んだ9、まあ9かなと思ってるんだけど、3で釣られてるというよりは、まあ、狂人の、最後4番。これね、4番の狂人をやっぱり5番の視点っておかしいと思うんだよね。いや、わからんけど。どっちかっていうと、2の乗っ取ってる8の目線の方が俺は、だから4番さんが8で、黒まではいかないにしても、8が偽っていうところは、俺も共感できていて、8番の発言ってあまりにもおかしいから。ってなった時に、8の表って、俺は1周目から8を疑っている人物だから、5番さんが6級のランデって言って、じゃあ、もし5級ローローだった場合って、6に票が集まるから、で、俺が1周目から8を疑っている視点が、8が6に入れさせて、5級ローローで勝ちっていう目線もあると思ってるから、4番さん、俺は狂人であんまり追っていないから、4番さんはもう一回5級ローローの視点を持った方が、今の5番の発言でいいと、俺は思っている。はい。9と5だったら俺5のが怪しいと思うんだけどな。わからんけど。はい。
まあ、俺目線は、まあ、3、7でも一陣路落ちてる場合、まあ、5、9どちらか行ってくれれば、とりあえず、あしたは来るかなと思っているんだが、5、9もあると思うんだけどね、今の発言で。6、9のランデって言って、6番と戦える目線あると思うんで、俺、8をずっと怪しんでるから、8の票って俺に来る可能性があるからね。うん、4番さん、まあ、6の村は合ってるんだけど、5と9、例えばその3と7の内訳が分かんないからね。はい、俺現状5のが怪しいと思ってる。投票を始めて、これで9番が釣られて5648が残んねやろな、多分5648が残って最後どうなんねやろ6番かわれんのかな、むしろ6番かわれて58とランド勝ったらかっこいいな、4番強靭やろなって思ってるけど、8番が9番投票か、8番9番投票。待てない。待て。のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、もう絶対4強人の36ローやん、これもう。もうさすがに分かってくれって思うわ。何人が4年6番の目線の中で。8番の乗っ取り多いんやったら、じゃあ4番って乗っ取り追わないって言ってる人物さんでしょ？おかしくない？じゃあ3番リア強ですか？ 8 番が強人で、3番が霊能を語っている。リア強ってことになるんじゃない ?8 番がおかしいってなったら。そう。どの内訳で話してんだとかも、人外数合ってないやん、6番。それを聞いて6番に行けない4番、100強人やん。うん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 。いや、ここまで説明して、6に行けないのはやばいと思ってるけど。ちなみに。号泣ロール追ってるんやで。9番は ?9 番6番、ね。73新居の8新目線で号泣追ってるんやで。じゃあ、3番強人で、6番、ご主人かもしれないから6番白打ってる3番強人が5番9番で5番の方が偽です、あ、5番の方が黒ですねっていうのもう人外差合ってないやんってしかないけど、うんうん、で8番おかしいよねってなってるんでしょ6番目線の中で。いや、さすがに今の聞いて、だ8番にも視点伸ばすんでしょ。俺もう8番に視点伸ばしてないから、リア強やったら負けでいいから。でもそこまで追って5番9番があり得るんだって言ってるんでしょ ?7 番組が。もう、さすがに分かれよって思うけど。はい。6番のプレイヤーは発言してください。さすがに分かれよはこっちのセリフで、4番は8の人狼まで追ってるっていう発言を残してるんですよ、5番さん。5がこれで村でやって村々でやり合ってるんだったらもうこれはしょうがないけど、もし俺が人狼だった場合って4番さんが疑ってる9、8番も6か9だって言ってる状況下で5に視点を伸ばす必要って俺ないんですよ、俺が人狼だったらね。5番が今の発言が村でやってて村々で今もう5、6で叩き合ってるんだったらもう人狼の思うツボなんだが、俺は9番っていう人狼が6と戦う方を選んだ、7の占い値多分6だったと思う、だから6の隠し色を作りたくなく、渋々7を噛んだ、だから3級ロールとかもあるけど、5番さんの発言、しかも今結局5級が6に来てる状況下だから、5番さんが6級のランでって言って、8番の俺、反感を買っている人物だから、1周目から。だから6番って、6番が釣り切れるだろうなっていう5級ロールを見なきゃいけないんじゃないですかっていう4番への助言だから。うん、はい、4番の、まあ、じゃあ、強靭を追う、まあ、100歩譲ってあるかもしれんけど、どっちかっていうと、目線としては2の乗っ取りをしてる8番っていうのを追うべきなんじゃないのっていうのは、俺は 村としての目線として残してるだけだから、うん、だから5番とも今、村々でやり合ってるんであればしょうがないけど、うん、俺は 5番さんの発言の方が9よりおかしいと思ったから5まで視点を伸ばしただけであって。はい、で多分4番さんが5に入れたら、4番さん的には9のが怪しいけど、6を村で拾ってくれていて、6が5のが怪しいって言ってるから 5に入れてくれた4番だと俺は思ってるよ。4番は多分9の方が怪しいんだと俺は思ってるけど、分かりません、それは。はい、5番さん、村同士でやり合ってんだったらしょうがないけど、6の視点もちょっと理解はしてほしかったかな。ただ、まあ、俺はね、1周目ちょっと話もできてないから申し訳なかったけど、はい。まあ俺は8番さんのその偽を追う4番さんの視点はいいと思ってるし、そう、4番さんもそれを追ってるから、5番がそれをやっぱねじ曲げてるのは変だと思ってるから。はい、5いって。投票を始めてください。いやー、ここで4番が、放棄したら激アツ強靭アピやぞー。さあ4番、どうなる？4番放棄したら激アツ。4番放棄で確定演出入るよ。
ナイス。マジでナイス。よかったー。マジでナイス。夜が来ました。目を閉じてください。よかったやるやん。ナイスよ4番。マジ神。助かった。助けられた4番。ありがとう。ありがとう。本当にありがとう。マジで感謝。よかったよかった。4強で合ってたわ。朝が来ました。いや、確定演出熱、激熱。昨夜死んだの。ほんまな。いや、8噛んだらあかん。8番。8噛んだらあかんねんか、それ。9神や、正しいのは。9番のプレイヤーは発言してください。8番やばない、普通に。なんか、役でこういうムーブする人がおるから負けるんやろうなって思うけど。まあ、だから負け越しなんやろなーっていうことが分かった。まあまあ、2番さんが普通に村でこれやってるんやったら全然村負けて、まあ全然大丈夫やと思うけど。2番さんがもしちゃんとやってて、8番がそういうムーブしてるんやったらマジでガチギリしてるから。4番。でもあなた外してるから。発言してください。いやー、6がね、5に投票誘導された時は焦ったね。投票できないやんって思って。僕、6の白って結構本音で言っててさ。7噛む理由ってさ、6の白結果見せたくない人外だと思うんだよ。うん、白圧迫されると人外したいってすごい辛いから、ここ。まあ、僕の強人名はね、みんな追ってくれてると思うんで、自投票しますよと。投票放棄なんてね、ありえないでしょ。村で。自投票したらあかんよ。いや、僕視点はね、6級通用せば、まあ、3級は全然あるなと思ってた。時点で3号あるって思ってて。3号の時は、釣り縄5に届かないから、安心だなーって。6級だったら、まあ悪くても同票だから、僕がまたこういう風に投票放棄すれば、決戦票いけるなーとか、ちょっと気楽に考えてたんだけど、6が5釣りたいって言った時さ、いや、焦ったね。3号の時、5に同票が集まるとは思えなくてさ、うわ、これ、どうしようと思って。36本線は全然あるんだけど、そう、36本線もあるから、僕視点の一番の勝ち筋って同票だったんだよね。うん、せやな。同票が一番取りづらいのが6号の乱だと思ってて。うん。6級の乱だったらギリ同票取れるかなって思ったんだけど。6がもしあのまま9釣りをしてたらさ、多分8の投票9に流れてたから、結果的に良かったって感じ。自投票するんで、よろしくお願いします。自投票ダメよ。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、9番の感情はもう村やろなって思ってるから6行くんですけど、一応。いや、だってさ、3番単位。人狼指導して4番強弱で6番強弱で。いや、別にね、4番が8番の人狼を追いしたとか、4番の白要素はまあもう理解できないんだけど。じゃなくて、4番が白いから、3番が6番に対して占いを行ったのが理解しろよは、やばいと思ってるけどね。え、そうじゃない？多分これ飲めると思ってるんですけど、まあ、9番さん多分飲めたんでしょ、それが。じゃない？え、単品でさ、3番に対して行ったせいさ、5番からしたらさ、2周目で27追いも変やったし、だからそこで4番が、ああ、27、まあそれ3番死んないわって言ってる感じ理解できるから、4番わかるねって2周目はなりましたよと。で4番が白いねってなってるから、3番が4番の、例えばね、4番の視点を詰めたいから、4番が6番に対してフォーカス向けてるから6番占いなんだじゃなくてね、そこは理解したとしても3番が2日目言った発言よ。5番単品で思った時に1周目の4番に対しての精査が飲み込めてなかったんだよね。だから5番って怪しいよね。号泣だったら5番なんだっていう視点の詰め方変じゃない？それだって1日目の2周目に言えるじゃん。でしかなくない？それは4番白だから、
なんか5番、6番占いは許容できるやろって言ってる6番の人理解しろっていう方が無理なんですけど。で、多分36でしょ普通に、合ってるやんでしかないんですけど。9神か6神して、8投票合わせた方が、はい、それを理解してほしいんだとか言われても理解できないですけど ね、3番の発言から派生した時って。それで3号な、え ?3 号かなんかとか、なんか5番単品変なんだとか言われても、知らんわって思ってました。はい、6入れます。6番。のプレイヤーは発言してください。ご主人様9でいいですか？あれ、9番さん、もう価値格なんで言ってほしい、俺目線。5番さん入れますよ、俺。はい。4番隠し色で、狂人を語ってるだけなので、とりあえず俺は9番さんがご主人様だと思っているので、5番に入れてよろしいですかね。はい。それしか言うことがないので、これで5番がご主人とかやめてほしいよ本当に。はい、狂人です俺。はい、5番さんいきますよ。大丈夫かな9番さん。うん、5番人狼なのマジマジ。そう、俺スムラね、俺スムラね。5番さんいくよ。じゃあ5番さんいくね。だからここは4番と結託してちゃんと6番いったらよかったね。あかんで、ここ4番と7番6番いってや。4番5番で6番いってな。ちゃんとそこいってな、頼むで、頼むで。そこあ、票を漁って6番。よし、あぶねー、よかったー、あぶなーい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、9番さんの気持ちをあれだったね。まあまあ、8番わかんない、知らん。ごめん、5番さん人狼だよね。はい、知りません、ごめんなさいね。はい、ありがとうございました。夜が来ました、目を閉じてください。いや、まあ、あこの狂人語りはいいよ別に。あ、この狂人語りで、6番が村市長、じゃあ6番が狂人市長をして、9番が狼の時、9番がガオって言って、6番は4番と5番の村にかけて9番投票行くって行動ができるから、6番の投票行動自体は別に悪いことじゃないと思うよ。あ、9の投票ね。でも、9は逆に、6番が、狂人語りしてる人狼もあるって思ったんちゃう。で、9番って最初からずっと6番狼、6番狼っつってたから、だからまあ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 いいよ、俺たち陣営勝ってるから問題なし。うっす、ありがとうございました。朝が来ました。昨夜死んだのは4噛むんかい残したよせめて。ゲーム終了、人狼の勝ちです。よーし、ありがとうございました。 GG チャンネル登録高評価お願いします。